巨人首位再浮上。首位来た。単独首位来たー。なんだよこれ。首位来た、首位奪還。しかし今世だなー。ヤクルトに負け越して首位か。謎首位で草。3連戦1勝2敗で首位になるとは思わなかったぜ。その代わり後ろの3、4位が恐ろしい勢いで追いかけてきてる感じなのがな。広島やらかす。一番ダメージ残る負け方じゃね？これ明日広島勝ったら首位どうなんの？相手が上のはず。勝率の差で広島が首位。これ地味に横浜勢いあるからやられるんじゃね？まあその可能性もある。ほかほか DeNA 相手に宇野上菅野か。どうなるかね？井上メンデスや。菅野は松田に回るから、井上メンデスじゃないの。菅野は回避してメンデスが濃厚。ヤクルトに負け越してゲーム差縮まるとはな、ヒリヒリした9月になったな。